こんにちは、カナです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、手ぬぐいの使い方なんですけども、よくね、日本では昔からこの手ぬぐいっていうのは皆さんね、馴染み深いものがあって、私なんかもそうなんですけども、ハンカチの扱いとして使ってみたりとかですね、剣道なんかでしたら、防具として防具の下にですね、こうやるメンタルなんかとして使うっていうことも多いですよね。ところが海外ではどうかっていうことなんですけども、やっぱりですね、この柄っていうのに非常にやっぱ興味持たれてるみたいで、それをですね、やっぱ額に入れてみたりとか、普通の普段使いでハンカチに使うっていうよりは逆にですね、インテリアとしてランチョンマットみたいにして使ったりとかいうことも多いみたいなんですね。ですからこの辺のですね、使い方っていうのはまだまだその、世界に向けて、言っていかないかんところやと思うんですけども、あんまり日本みたいにですね、私みたいにこのハンカチで使ってみたりとか普段使い使うっていうのはあんまりないみたいなんですね。ですからこの辺をですね、もっともっと分かってもらえるようにしたいということと、また逆にですね、日本ではあんまりこの額に入れたりという飾るインテリアとして使うということはあんまりないと思うんですよね。やっぱその辺はですね、やっぱ海外の方に見習ってですね、日本でもこの額に入れて飾る、なかなかね、四季折々で入れてみてもいいもんなので、ぜひね、一度やってみてください。よろしくお願いいたします。